最近オープニングの度になんか色々変わっているように思えるんだが、一体どこに動画編集のリソースを割いているんだ。だって好きなんだもん。そういえば今日はお知らせがあるんだってな。後でね。さあ、今回はこちらの交差点を紹介しよう。至って普通の恋とアルミじゃないのか。では、この交差点名を答えなさい。難読ネタならこれで終わりじゃないのか。それでは早速、写真を見ていきましょう。至って普通の恋とアルミじゃないのか。そうです。じゃあなんでこれだけで一つの動画コーナーにしちゃうわけ。もともとここの交差点は素通りする予定だったんですがね。左上ジマック君、事業して。すんません。ジマック君泣いてなんか仕事放棄しているけど大丈夫か。実はこの交差点にはまあまあ珍しい電球式の3矢印があるんですね。言われてみれば、確かに矢印はアルミ以降の軒並み LED になっていることが多いな。まあ、それはそれとしておいて、いつでも仕事しやがれ。字幕も仕事したことだし、サイクルを確認してみましょう。だが見た感じ、完全右折分離制御なんだけどな。ふふ、そう思うでしょ。どんな動作しているのかゆっくりお茶でも飲んで考えてみてください。途中で青になったりするのかな。さぞかしありえない動作をするんだろうな。まあ未抵抗ではないか。後方、普通に黄色になるんだな。そうですね。ここまで普通じゃないか。右折車を安全に右折してもらうため左折と直進を一時的に止めるタイプのよくあるサイクルだと思うんだが、一体何がおかしいんだ。時期に女子もこのサイクルの奇妙なところに気づくと思いますよ。そうなのか。お願い僕らも渡らせて。赤信号の時間も早ゼロ。このサイクルになる理由は察しのいい方ならわかると思いますが、官能式かつ押しボタン制御なので車も歩行者もいない場合は速道の青信号がスキップされてしまうわけです。だったらずっと青でいいじゃん。あのね、じゃあそうしてみましょうか。助手の言う通り、歩行が青の場合、すなわち速道にスキップが現れるので絶対青のままにしてみました。実際これでいいんじゃないのか。他に問題も起こっていないようだし。一体あなたはどこに目がついているんですか。お願い。僕らを右折車両のこと考えていなかったぜ。倍速の方がいいって意見が多かったので15秒以内に収めるべく4倍速にしています。よよ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 。手ぶれがどうにかなるのはやっぱり2倍速が限界なのかしらね。いいから常に三脚を持ち歩いてくれ。重い。言い訳で逃げるな。どうだー、ぴったり15秒だろう。話すことがなくなったんですね。いや、話すことはたくさんある。準備していただけ。そうそう、この…それじゃ、最後に名盤コーナー行ってみよう。今回構成めちゃくちゃだな。矢印もまとめて紹介しちゃいますね。親子陶器の名盤です。孤島も同年代の設置となります。制御機番号的にここは2003年度の新設です。うぷなし、感知器まで撮影していたそうです。そしてこの交差点の読み方は、うつもち神社、入り口。言われてみれば読めるっちゃ読めるんだけど、なんというかその、なんだよ。一応これゆっくり音声なんですが、いわゆる東方のキャラとは全く関係なく適当な位置づけをしちゃっているわけなんです。でもそろそろ私たちにもなんか設定が欲しいなってことで。来年くらいから僕らが実際に動画に登場するかもしれません。でもお前は一応中の人設定だろ。何かお出しするのか。いや、僕は中の人の代理扱いになっているのさ。まあ知らんけど、これからもよろしくね。